津市消防局からのお知らせです。住宅用火災警報器の多くは火災で発生した煙を感知し、音声により警報を発します。機器本体は24時間休みなく常に作動しています。住宅用火災警報器が適切に作動するためには日々の点検が必要です。ボタンタイプはボタンを押すだけで正常かどうかが確認できます。点検時の音は一般的に70デシベル程度です。住宅用火災警報器が正常であれば、手を離すと警報音は止まります。またこのタイプでは、機器から出ている引き紐を引っ張るだけで簡単に作動確認ができます。ボタンや紐で確認してもメッセージが発信されないときや警報音が継続するときは、警報器本体の故障や電池切れの可能性があります。電池の寿命はおおむね10年です。10年を目安に交換しましょう。また住宅用火災警報器も一般的な家電製品と同様に10年を経過すると電子部品が劣化することが考えられるため、電池切れの際には本体の交換をおすすめします。点検や交換は高い場所での作業になりますので、安全には十分注意してください。作業が困難な場合には無理をせず、ご家族や身近な方に相談しましょう。いざという時作動せず、火災が発生した際に逃げ遅れてしまうことを防ぐため、住宅用火災警報器は半年に1回程度は点検しましょう。